ではこの1週間で MBS がニュースディグに配信したニュースのアクセスランキングをご紹介します。第10位はこちらのニュースです。続いて第9位はこちら、第8位はこちらです。第7位はこちらでした。第6位はこちらのニュースです。ちょうどその辺ね、ちょっとその辺にグッと顔出しちゃって、クマがびっくりしたよ。今月4日午後、茨城市の山あいの下音羽地区で男性が家の外に出ると栗の木の下にいるクマを発見。また今月6日には伊豆原地区にある清谷小学校のグラウンドでクマとみられる足跡が確認されています。市によりますと、今月に入ってクマの目撃情報や足跡や爪痕の情報が5件寄せられていて、市は山で餌が少なくなったことで人里にクマが出没するようになったと見ています。数年に1回見られるかどうかというところです。今回のように11月になってから特に連日見られるというのは、異常な状況だと思います。山間部でクマが出没しています。市は市内の巡回を行い注意を呼びかけています。さらに今週の注目のニュースがこちらです。予防のおかげでがんの方の家族の気持ちっていうのはやっぱりすごい痛いほど分かりますね。郷さんは小学生の頃から医師になると考えていたそうです。大学病院やホスピスで経験を積み、緩和ケア医の草分けである雅子さんの後を継ぐ決意は揺らぎませんでした。雅子さんが立ち上げた神戸市内のクリニックで外来と訪問診療を一緒に行い、2018年院長を引き継いだ矢先に病気が分かったのです。郷さんは2019年10月肺がんと診断されました。脳にも転移が見つかり、完治は難しい状態でした。亡くなる1ヶ月前まで外来を続け、去年4月家族に見守られながら自宅で息を引き取りました。雅子さんは週に3回外来と訪問診療を続けています。今年に入って講演の依頼が増えました。緩和ケア医として遺族として語ります。息子が生き方の参考にした言葉です。良き死は行く者からの最後の贈り物となる。多分これは彼はかなり意識してたんじゃないかなと思うんですけど、 MBS の記者が徹底取材した特集、ニュースディグで全編公開しています。 QR コードからアプリをダウンロードして、さまざまな記事をぜひご覧ください。 MBS ニュースディグをどうぞよろしくお願いします。ダウンロードしてね。そして第5位はこちらです。第4位はこのニュースでした。第3位はこちらのニュース。熱戦の舞台となった京セラドーム大阪。スタジアムの外で試合の行方を見守っていたファンたちは、喜びのあまり泣き出す人も。一方、号外が配られた JR 大阪駅では、なんとか割り込んで入って取りました。そして大阪ミナミでは、優勝の瞬間から37人が道頓堀川に飛び込みました。警察によりますと、けが人はいないということです。
から一夜明けた兵庫県尼崎市の商店街では、3800円のサングラスが380円になるなど大特価。朝から多くの人たちが駆けつけました。続いて第2位はこちら。そして最も多く見られたニュースはこちらでした。 MBS ニュースディグ1週間のアクセスランキングでした。